ゴルフのコンペで総合優勝された永井さんです。ありがとうございます。永井です。よろしくお願いします。今日はヤマハのスローマーフィッティングに、はい、ドイツから、はい、お越しいただき、はい、ありがとうございます。楽しみにしてました。はい、すごく聞きたかったんですけど、なぜドイツからリンゴルフに応募していただいたんでしょうか。はい、まあ、ドイツですとほとんど、まあ、テレビ番組といいますとあまり面白い番組がなくて、ドイツに行ってから YouTube をよく見るようになってまして、リンゴルフを見るようになりまして、で、まあ、コンペが初めてあるね。で、テレビの中で撮影されてたかと思うんですけど、その時に集まるかわからないって言ってたので、よし、じゃあ応募だけでもしてみようと思いまして。はい、ありがとうございます。だいたい平均飛距離はどれくらいですか。250ヤードぐらいです。250、はい、ドライバーが一番苦手でして、一番左右に行ってしまいますので、安定して250ヤード以上飛べばいいなと思ってます。わかりました。ではヤマハさんのフィッティングに参りたいと思います。7、8年前、教えてくれた人っていうのはメインはお父様、それとも職場の方とか。 YouTube です。おお、すごい。 YouTube でどんなやつ見るんですか。今いろんなサイトありますよ。いや、もっと違うとか。ゴルフって一つの症状を治すのにいろんな言い回しあるじゃないですか。まあ、自分で調べて自分のなんか体に合う言葉を見つけてやってみるみたいな感じですね。はい、めっちゃ綺麗ですよ。今みたいにプッシュアウトは多いです。スピード速いね。だいたいこれね、15とか10ぐらいだ。そう、慣れてるね。やりましたよ。大丈夫です。一つ結果が出てきますので。お、また女性と全然違う。ヘッドスピードが速いんだけども、そんなにしなりを使わないタイプなんですね。へぇー。コック自身は入るんだけど、大きくためを作るタイプじゃないんだよね。うん、まずテイクバックから始まって、トップ、インパクトフォローっていう状況の中でシャフトのしなりを見ています。はい、でこれで見たいのは5センチ、10センチ、15センチという形のしなりの量なんですね。うん、で今まで成人男性で一番しなった方が17センチぐらい、しなない方が5センチぐらいなんですね。で先ほどお話ししましたように、じゃあしなればいいの、しなないとダメなのっていうわけではなくて、やっぱスイングタイプという形になってきます。ヘッドスピードが速い割にはそんなしならせてませんよね。基本的にはリリースが早いので回転系で打ってるかなって感じしますよね。なのでマックスが見たところ大体ここですよね。13センチぐらい。いいですね。シャットに上げてきて、綺麗にシャットに上げて、正解ですね。手で上げてないんで、ヘッドが自分より前にいきますよね。その状況で、腰の位置の時にクラブのシャフト自身は、左腕と一緒になってくるので同調してますので、ちゃんと体現、肩のラインで上げてるかな、手打ち、手上げじゃないかなって気がしますね。で右肘少し畳みながらちょっと開いて上げるタイプなんですね。はい、もう間もなく永井さんの中ではトップが終わりますよね。お、すごい丸が動いてる。で切り返しが始まってきました。うん、この時点では鋭角ぐらいで降りてくる、ハーフウェイダウンに落ちる前ぐらいかなっていうところになってきますよね。で次に見たいのがこの負荷をかける時点で一番本日見たいのがこの数値 0.15 とあります。これはこの一番負荷がかかっているところからインパクトまでの時間なんですね。残り時間、そちらの方に関しても少しやっぱ早い方なので、ですからそうなってくると手元がある程度硬くなると、永井さんが戻したいのにここはしなっちゃったりすると、結果的には振り遅れる感じ。タイミング打てないことはないけど、タイミングが取れないって感じになっちゃうので、しなりの度合いだけだったら SR、S、どちらでもいいぐらいなんですけども、どちらかっていうと S 方向、硬めの方がいいのかなっていうのはなってきますね。ゴルフどれぐらいされるんですか。ドイツですと、この時期ですと夜の10時ぐらいまで、明るかったりしますので。明るいんですか。はい、仕事が5時ぐらいに終わると9ホール回ってゴルフ場にまあレストランとかついてたりして、そこがまあ飲み屋街になってたりするんで、まあそういうところで夕方過ごしたりとか。全然違うね、日本と。なん、はい、ですかそれ、面白い。北海道でなんとかだね。北海道、夏場の北海道で仕事前にゴルフってのがありますけどね。
ただ逆にあの冬は11月から4月5月ぐらいまでは、まあ、できなかったりしますし、場所によっては寒くてですね、北海道みたいなのでやっぱり雪で凍結してゴルフ場が閉鎖してしまったりとかします。ただあのそのドイツって基本的にはメンバーになってハンディキャップを取らないとあのゴルフ場で回ったりできないんですけど、パブリックっていう考え方はないんで、あんまりないですね。ある程度その紳士のスポーツっていう意味ではハンディキャップで25以下にならないと一人ではゴルフ場回っちゃダメだよっていうのが基本的に、はい、厳しいですね。ただ一度メンバーになると、まあ、日本円でいうと20万円か30万円ぐらいでどっかのメンバーコースになあと契約するんですけど、1年ごとに。でそうすると回りたい放題で1回1回一銭も払わなくていいので、へー、はい、そこまで行くのは大変だけど行っちゃえば、はい、もう結構もう優遇、ね、っていうか、まあ、待遇もよく、そうですね、はい、全然違うね日本のゴルフと。一応先がある程度走る系の吹雪の AI というものをちょっと 60g 台の S をちょっとお渡ししてみますね。うん、ナイスショー。いいなって感じはしますけど、ただパーッとご説明しますね。サイドスピン、バックスピン、飛距離を操るのはボール初速、打ち出し角度、あとスピン量なんですね、はい、で今見るとボール初速よし、打ち出し角度も中段度ぐらいっていう形の中で、じゃあ邪魔をする、伸ばすっていうので、サイドスピンっていうのはこれ500回転ぐらいですと大体コースに行ったらほぼストレートにしか見えないです、うん、マイナスがつくと左回転、プラスですとフェード回転っていう形ですね。今のだと若干フェードかなっていうところですよね、はい、でバックスピンっていうのはだいたい2000台で収めていられればいいかなっていうところに入ってきますので、このぐらいですとスピン量はフェードボールとしていいかなっていう形で、先ほど、ココリちゃん言いましたけども、15ヤードぐらいプラスしていただくと255ぐらい飛んでっていうところですね、うんうん、ここちょっとワンポイント、はい、結構今カーのアドレスでこれがボールダップする、ここにやってますよね。でこれは多分ご自身の苦肉の策で何かやってるんだと思うんですよ、はい、肩が構えた時にこっちにすると前に出ちゃうのを嫌がって、うんうん、こっちにちょっと戻してるって感じですね、はい、そうしちゃうんだけど、それでしたらまあ別の方法、はい、今のこの離れていると結果自身の中でこの状況で極端にありません、はい、結構こう来てる、はい、なんでヘッドスピードの割にはアウトから入ってくるし、球をやっぱカットする方向になってきて、なのでフェードが出ちゃうのがその理由形かなっていうところなんです、はい、アウトサイドインが悪いわけではなくて、アウトサイドインとフェース角度の問題が入ってくるので、5度からアウト入ってきたらやっぱり5度ぐらい閉じてあげないとカットしちゃう形になっちゃうのでってところかな、これが考え方。やっぱり先ほどと同じように外から入ってきますよね、うん、でこれはもうこの形で直すといったらまあレスになっちゃうんで時間かかると思うので、はい、これに対してやっぱ閉じられればいいっていう形で、 3.4 度に対して先ほどが、もうちょっと開いてたのが 2.4 度だいぶ近づいてきましたよね。この状況であれば左にいい球が飛んでいく形になっていく、はい、これよりもっと閉じれれば基本的にはドローになります、うん、今のはフェード系ストレートになったので、今の永井さんのベストとするのはこの球筋かな、はい、最近の ESPGA でも若干少しだけアウトから入る場合もありますけど、ね、ただやっぱりここを先ほどと見てみると大体数値同じですよね、うん、このリストターン係数っていうのを返す力なんですけども、これが1桁2桁いく人は結構返してるって感じ、あ、うん、でその先にくっついてるヘッドがやっぱり554っていう形に入ってくるので、例えば YouTube 見てらっしゃるって話だったんですけど、最近のガルシアとか、はい、フェースをストレートを使う場合はここは6、7、なおかつヘッド回転は200台という形なんで、ガルシアっていうとこのすごくここを溜めて、うん、リストをものすごく返してるイメージがありますけど、うん、違う、ガルシアは特にこのままこうして落としてきて、うん、落としてきてこのまま振ってる、ね、うん、でまあ、最近のマキロイもそう、この状況に入ってきて、うん、この状況でこう回してくるんで、ここら辺はストレートなんだよね、うん、でインパクトの時は左手の方が見えるぐらいの中でこっから返す、うん、でこのまま行くのがスピース、うん、でうちの今平修復プロの今平プロなんてこの状況でやっぱストレートを使いたいんで、ここはできるだけ安定度を取るためにストレートを使いたいんだよね、うん、自分の中でタイミングを返したいって話になるので、大型の先ほど言ったようにシャローヘッドよりはそういった返しやすいのがこういう台で、
ヘッドの方がやっぱりフェースヘッドは返しやすいんで気持ちよさは出てくるかなっていう形になっちゃう。で、そうしたらもう一回書いてみましょう。スピーダー。スピーダー。エボ3661です。ご本人も少し意識してストレート使ったよね、今ね。ね、返さないようにしたよね。ちょっと無理があった、今の振り抜きに。ほら。曲がったね。曲がりましたね。全然急に違う。違うね、うん。やっぱりここが大きいからタイミング命になっちゃうんだよね。これが多いっていうことは回転のうちのどこかで当たるわけなので、はい、今日はすげえめっちゃいいバック捕まんなって日もあれば、はいはい、なんで今日全然捕まんないなって日が大きいでしょ、はいはい、そうですね、午前午後でも崩れてくるしっていうところなん で、はい、ね、で今の現状だとちょっと、弾き系のスピーダーだと感触がうまくつかめないみたいな、はい、ここが硬いんでいいかなと思ったんだけども、はい、まだこっちの方が出てるところなので、しっかりした方が合ってるってことですか、うん、はい、合ってる基本的にはね。ただし振り感が出ないとやっぱり返せない。そう、ボール的には少しフェードがかかっちゃってるけど、はい、今の状況としては一旦左に出して真ん中戻ってくる球で、はい、距離も250は出ているのでっていうところだよね、はい、うん、いいですよ。振り感が少し、やっぱり振り感がないとダメなんですね、きっとですね。じゃあ捕まえてみます。それができるということで、さっきと同じ球だよね、はい、基本的に今の状況としては、ね、そう、入って左に出ていっていうのが正解で、はい、で戻すっていう形なんで、はい、左に出ちゃうから、はい、これであんまり捕まえちゃうと、はい、今度チーピンが怖くなっちゃうんで、うん、そうですね、はい、そしたら今の形の中である程度少しカットになるのは分かるんだけど、この差がいい閉じれるような感じのものであればいいかなっていう形、うん、今までの先ほどまでのシャフトと違ってアウトサイド度合いもすごくなってきてるし、はい、基本的にフェース面も管理できてきてる、うん、もう一球シャフトをちょっと閉じを意識して打ってみる、はい、うん、これもそんなに少し多いな、距離は出てるんだけど260ぐらい出てってフェアウェイ右ラフ、右ギリかラフぐらい行っちゃうんだけど、そうだね、うん、普段ですから狙うのはやっぱりフェアウェイの左側が多いです、うん、そう、ただ、うん、やりたいのがドローなんです。ドローでしょ。あのね、今のドローをかけるとなると、インサイドの、練習をしてからの方がいいかな。はい、うん、そう、左からの左やっぱ怖いんで、そう、うん、シャットを意識すればこれが今一番いいかなっていうところ一つ。あ、これですね。はい。ね、でもう一本ぐらいちょっと見ましょう。山田さん兄弟と言って白、青、赤とあるんですけども、はい、うちの藤田プロがずっとその赤シリーズを使っているので、うん、ミシンとペア。今の状況でやっぱアウトドアイもさっきとのディアマナと同じようにアウトドアイが少なくなってきてフェースも返せるという形になってくると、ここら辺は変わらずなんだけどもタイミングが変え取りやすいっていうところになってくるんですね。もう1、2球やりました、はい、これで決めましょう。いい球が出てきて260ぐらい飛んでいってここら辺が少なくて返せるっていうタイミングになってきますので、うん、はい、こうなってくるともう候補という形の中ではほぼこれとは変わってこないので、うん、ご自身の感覚の中で好きなところを選んでもいいかなっていうのがありますね、はい、今はやっぱりこれは打ちやすいですね、うん、はい、おすすめとしては今日は、操作性がいい11.8のヘッドに、はい、そして、先が走ってタイミングが取りやすいという形の中で、はい、アッタスクール 60g の S をおすすめいたします。ありがとうございます、ね、一応こういうのがフィッティングで今日いろんなあのうちのシナリオの考えからやらさせていただいた形です、はい、山田の考え方です、はいはいはい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、初のびっくりしたんですけど初めてのフィッティングだったんですね。そうですね、もうちょっと知らない用語がたくさん出て確かに、はい、やっぱ全然あの数字の何の数字だろうって感じですよね。そうですね、普段は 見ない数字なのでやっぱりそのプロに見ていただけるとそんだけ自分のことを分析されてしまうんだなっていうのが、まあ、怖くもあり嬉しくもあり。でも本当に出ましたね、数字 で、ね、あのダメっていうのは、うね、合わないものは合わない、ね、合うものは合うっていう。で決まったのがこの 6S、はい、でヘッドが118ですね、こちらになります。
はい、ありがとうございます。ぜひドイツに持って帰って、はい、自慢します。はい、名機になることを祈ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、